組版に用いる道具、ステッキと金属活字。雪長に合わせておき、分線箱から写した文字を成形し、インテルなどを挟み込んで組んでいく。組版とは、原稿及びレイアウトの指定に従って、文字、図版、写真などを配置する作業の総称。印刷の一工程としては、文字や図版などの要素を配置し、紙面を構成すること。組付けとも言う。 本来は、活版印刷の用語であり、文字通り版を物理的に組むこと、活字を並べて、結束紙で縛ったものを、組版と呼んだことに由来する。現在では、DTP などにおいても、レイアウトソフトを用いて、紙面を作ることを指し、そういった作業を行うことを組むと表現する。画面上での編集を前提とした w i z z y w の DTP に対し、本来の組版に近い処理を、 ソフトウェア的に行うものにテックスがある。日本では活版印刷からの伝統で組版にこだわりを見せる職人の技が磨かれ、写真食事を経て電算社食の流星で組版の品質は非常に高いレベルに達し、外国からも良い評価を受けていた。組版における文字の処理方法やページ内での配置を規定した日本工業規格として JISX4051 がある。 活字を並べる、枠箱を英語で、ゲラと呼び、これが転じですったものを表し、さらに転じで構成ずりを、ゲラというようになった。ありがとうございます。